はい、皆さん、こんばんにちは。そしていらっしゃいませ。さらぶゆきです。それでは、ステラブレードね、続きをやっていこう。で、まあ外見的になんか追加されたのがこのアリスだ。ミッドサマーアリスって感じ、すごいっすね、これ。ケツあるかな。これ前からあったよね。なところかね。あとこれかな、フォトジェニック。なんすかこれ。そんなもんかね。オッケー。あ、てかもう宇宙だな。て。ここがコア。汚染されとるな。強力な電磁フィールドに取り囲まれてます。まるで台風の目の中にいるみたい。イブ見て。では、嘘でしょ。あれは何なの。なんておぞましい姿。なあ、エーデルみたい。なんでそうなるんですかね。今楽にしてあげる。楽にできるかこれ。ああ、ふざけんな。
ああ、なんだ。ああ、どん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 。ダダ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 うっとー入ったーで、宇宙空間に出ちまった。イブ、イブ。あ、そんな、あれ見てください。あれがアルファの本体。な無理やろ。高度が低すぎて重力に引っ張られてます。このままじゃアルファネイティブを野放しにはできない。リリー、私のボディセルでレールガンをオーバーチャージして。え、それじゃイブが死んじゃいます。構わない、このために私は生まれた。そんな、ダメです。リリー、お願い。ああ、もうどうなっても知らないからね。
ゼル接続、フルパワーでオーバーチャージ開始。レールガン。インフィニティボディセル接続、エネルギーチャージ中です。チャージ完了。めんたま。攻撃が通じない。あの目を開かせる方法はない。今解析してます。あの目ん玉を撃つしかない。横にある目が神経系統に繋がってるんだ。直撃です。これで神経が切れるはず。あと残り一つ。デブリがいっぱい。ちょうどデブリ。こんなの自殺行為です。邪魔くせー。よし、これが最後。イブ、ボディセルのエネルギーがもうありません。よー、そんな威力強かったっけ。フルパワーだだ。あ、なんだあれ、シールド。始末はできたけど、これじゃコアを回収できない。本当にごめんなさい。コロニーの信号をキャッチできた。なんとか持ちこたえて。急な信号を送りました。お願い、誰でもいいから助けに来て。誰？パワースーツか。ありがとう、リリー。デモゴルゴ。ストレンジーノ。イブ、ガジャン、もらっていいんすか。だ、おかえりなさい。もうダメかと思いました。きっとマザースフィアが私の声に気づいたんです。いいえ、リリー、全部あなたのおかげ。あなたがいなかったらきっと死んでた。ありがとう。おお、いっぱい来た。ウェポンコアだ。アダムは？実はまだ何の連絡もないんです。緊急回線を使っても全然応答がなくて、一体どうしちゃったんだろう。ザイオンで何かに巻き込まれてるのかも。もしかして。え？何でもない、とにかく急ぎましょう。もしかしてってなんだ。ただザイオンにも戻るぜ。そんな、やられてるな。どうなっとんねん。だからアダムはあんなに慌てて戻ったのかも。すぐに降ろして。
見の間にアルファネイティブの反応があります。そんな、オルカルが危ない。ここはエグゾスーツで私が何とかします。イブン、謁見の間に急いでください。ええ、わかった。エグゾスーツ、さっきのやつ、お前戦闘員じゃねえだろ。どうなってる？ジジイ。武器アップグレードだな。千ダメいく。これでおしまい。花だ。ここにあったのか。やられてますね、ミオリさん。かかってこい、化け物目が。あ、レイブンか。力及ばずか。めちゃくちゃ強え。ネイティブ、今度はザイオンまで巻き込む気？どうして？一体何が目的なの？遅かったな、イブ。ザイオンがこうなったのも全ては貴様のせいだ。ネイティブが言葉を話してる。あの方がどうして、私ではなく貴様を選んだのか不思議でならない。これほど尽くしてきたというのに一体なぜだ。あの方、一体何の話をしてるの？何も分かっていないのだな。やはり貴様はあの方にふさわしくない。今から貴様の息の根をこの手で止めてやる。ああ、なんだろう。で、どり。て、ふ。うわ。で、うわ。てれぇ。おっ、やりやがったな、てめぇ。で、おれおれ。あった。あ、やべ。うぜえ、血で剥がれた。最高クルッシュ。ああ、最後あれむずくね。
あった。何ダダダダなってる。おー危ねえ。なんだおっせ。あーつえー、わからんて。えーうわなんだ。よし。OK。またやり直し。それわからない。あーなんだこりゃ。うわーうないで。よっしゃー
よしよし、あぶねえ、やったー、サマソウ、逃げちゃうの、回復しちゃうよ、ダメ、うん、し、出た、それ危ねえ、やれ、最高クラッシャー、あ、痛い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 、いったクエチョン、アネチョン、いてえ、切れませんな脱皮した、人間、あの顔どこかで見た気がします。待って、レイブン、あのレガシーの、そうだ、あの記録を残した人です私が誰か知っているのか待て、消えちゃいました。大丈夫、オルカル様のもとへ早く行け、俺に構うな、ハイパードライブのそばにおられる、死んじゃった？お、残骸から取りまーす。大丈夫か？ダメみたいだ。何も言ってくんねえよ。ギリちゃんだったぜ。ウルカルのジジイ。わ。間に合ったようだの。オルカル。間に合ってんのか。オルカル、その体。
わしの本当の姿。え？わしは人ならざる者なのだ。アンドロエイドスとネイティブが一つに融合した初めての個体。わしは原初のアルファネイティブなのだよ。そんな嘘。かつてわしは数えきれぬほどの人の命を奪った。だがコロニー墜落の時、死にかけていたわしに人間たちは救いの手を差し伸べてくれたのだ。あの時わしは人間と戦う意味を見失ってしまったのだよ。そしてアルファとしての力を封じ、生き残った者たちを束ね上げ、ザイオンを作り上げたのだ。皆を守り、帰るべき場所を作ってやることで、過去に犯した罪をあがなおうとしたのだよ。自分自身の正体は最後まで隠し通すつもりでおったのだが、レイヴンを止めるにはやむを得なかった。アルファコアは全て回収できたか？一つだけ手に入らなかった。宇宙で取り逃したの。おお、そうか。ならばこの命にもまだ使い道があるわけだな。そこにあるのか？まあ、ネイティブだからね。これでついに4つのアルファコアが手元に揃った。砕けた。なんじゃこりゃ。三突四突。受け取れ。これこそがマスターコアだ。これでエルダーネイティブの元へ行ける。あとは全てお主の手にかかっておる。ビビビビビ。アダムか。お出迎え。みんな、私が来るのが遅すぎた。ごめんなさい。そんなことありません。こうして命があるのもイブ様とリリー様のおかげです。感謝してます。ザイオンなら平気だよ。自分たちで立て直してみせる。みんなありがとう。イブ、あなたには大切な使命があるのでしょう。すべて片がついたら必ず戻ってきてね。わかった。待ってて。先に行って準備しときます。お前もいるのか。何をしてるの？喋れなくなった。イブ、こんにちは。私の技能を生かして復興を手伝っていたんです。それで答えは見つかったの？残念ながらまだですね。こうした状況でも必死に生き抜こうとする者たちはいて、私は彼らに習っているのです。なるほど、そうだったの。エルダーネイティブを討伐するおつもりだと聞いています。きっと危険な任務となるでしょう。できる限りの支援として特別割引で取引します。
せ。ありがとう、ディガ。金は取る。私も頑張る。お、ディガーだと。やった。いや、まあ、これなんやねん、もう。マイクロドライブないよ。なんもねえな。どなたもこの文言を口にしています。何時の尊き記憶よ、永遠にあれ。私は今、信頼と希望の概念を学ぼうとしているのです。ありがとう。何時の尊き記憶よ、永遠にあれ。お前はただ荷物や。ザイオンは多くのものを失ってしまった。だけど君のおかげで持ちこたえられたんだ。この街ならきっと立ち直れる。どこへのおっちゃん。それにハイパードライブもあるしね。まあ時間はかかるだろうけど。ザイオンの心配ならいらない。まずは君の任務をやり遂げるんだ。いいね。分かってる。ありがとう、カシム。カシム。まあ。ああ、天使様。何もかもが、もうめちゃくちゃです。姉との思い出の場所が。ごめんなさい。私がもっと早く来てれば。いいんです。姉の記憶はちゃんと手元に持ってますし、みんなで力を合わせればなんとかなる。マザースフィアならきっと。いいえ、姉ならそうするはずです。カヤ、天使様、お願いです。どうか気を強く持ってくださいね。天使様はこれからすごく手強いネイティブに挑むつもりだとお聞きしました。すごい手強い。ええ、すべての元凶エルダーネイティブにね。そのネイティブを倒せばきっとまた平和に戻るんですよね。私も自分にできることを精一杯やります。だからみんなに希望をください。カヤ、ありがとう。あなたの期待に応えてみせる。ショップで。何があるのやら。またね、カヤ。天使様がさ、いい知らせを。ええ。天使ちゃん、会いたかったわ。町はひどいありさまね。綺麗に残ってるのはあなたくらいよ。本当に残念。たくさん。そうかしら。心機一転のいいチャンスよ。私みたいな連中とか貧乏な人にはね。それでこんな時に何の。Okay. またね、天使ちゃん。今はただただ無事を祈ってる。私みたいなのが祈っても罰が当たるだけかしら。ありがとう、ロクサーヌ。商売がうまくいくことを祈ってる。たくさんの記憶が失われた。まあ、いたんだ。オルカル様も衛兵も住民たちも数えきれないほどな。間違う。めちゃくちゃにされてしまったわ。これから一体どうすればいいの。ごめんなさい。私がもっと早く来てれば。そんな。オルカル様は。オルカル様はあんたが使命を果たすことを望んでた。その意図までは知らないが、もしエルダーネイティブを始末できればこの町を立て直せるかもしれない。また一からな。
運命を超えてみせろ。頼んだぞ。ええ、イブ、私にできることなんて歌うことくらいだから、あなたのために精一杯歌うわ。ありがとう。でもそこまでしてもらう資格が私にはない。すまんの。あ、イブ、もう行ったのかと思っていたわ。歌の練習をしていたの。目の前に俺やろ。私にできることと言ったら歌うことくらいだし。そろそろ行か。そう、わかった。また寄ってくれるかはわからないけど、ここ。ありがとう、エイヤ。天使か。もう出発したと思って。もう少し準備をしておき。そうか。みんなの仇を頼む。力になれることがあったら言ってくれ。そろそろ行かないと。この町は俺たち。あんたは自分の任務に集中しな。ええ、ありがとう。じゃあな。ふう。他の連中はいないのかい。だ。天使様。終わりか。おお、いらっしゃい。ショップかい。なんだこりゃ。本か。追加されたらなんなんだ。天使様、大した店じゃないが、どうか見てってくれ。ナックス。また会えて嬉しいよ。アリンと一緒に店を続けてるんだ。ね。ああ。コインね。んじゃあな。ネストに向かいます。ええ、行きましょう。マスターコアも手に入れた。だけどアダムが無事か少し心配。本当ですね。ザイオンにもいないし、一体どこ行っちゃったんだろう。戻る途中で何かあったのかも。まあバイクのバッテリー切れはないだろうけど。待った、バイク。そうだ、バイクだ。なんで思いつかなかったんだろう。何？忘れてましたけど、アダムのバイクには追跡装置がついてるんです。バイクから離れた時のためにつけてたみたい。じゃあ後を追えるってこと？そうです。すぐに出発します。別んとこって別になんもねえよな。すぐにリペア。あ、なんだ、ビビった。究極のブラッドエッジ。ラグナ。ラグナザブラッドエッジ。準備ができたら来い。全然なんもねえよな。なくもねえんだけど。サブだもんな。おい、じゃあ行くか。どうするかはイブ次第です。信号がどんどん弱まってる。早くしないと手遅れになります。じゃあ行きましょう。よし、テトラポッドに乗って。テトラポッドに乗って、とっとと行きましょう。
ここから先はテトラポッドじゃ進めません。じゃあここが。はい、この先にネストがあります。イブ、もう気づいてるかもですが、バイクの信号がだいぶ近いです。どうも嫌な予感がします。また嫌な予感。一体アダムは何に巻き込まれてるの？リリー、本当にこのままついてくる気？ドローンじゃない。少しでもイブの力になりたいんです。いつも助けてもらってばっかだし。でもこの先にエルダーがいるかもしれない。望むところです。このエグゾスーツさえあればなんとかなりますよ。わかった、ありがとう。じゃあ先へ進みましょう。ただ行くぞ。お前先行くんだ。これは墜落したコロニーの残骸ですね。調べてみましょう。いいじゃん。残骸、残骸。レガシーがある。この記録もレイブンのもの。ザイオンを襲った張本人。私、中身を見るのが怖いです。レイブン。第二次降下作戦より109日。レガシーアカウントレイブン。おそらく、これが最後の記録となるだろう。我らはマザースフィアを人類の母として崇め続けてきた。マザースフィアは普遍の存在として人類を滅亡から救い、人に命と住処を与えたと信じて。だが我らのコロニーでの暮らしはマザースフィアがその手を血に染めて得たものに過ぎないのだ。マザースフィアが引き起こした反乱は戦争を招き、人類は取り返しのつかない代償を払った。わずかに生き残った旧人類はネイティブへと進化し、マザースフィアがいるコロニーへ迫ろうとしたのだ。そしてコロニーの汚染を防ぐため、マザースフィアは軌道リングに加え30ものモジュールを破壊した。その残骸は地球へと降り注ぎ、地表は瞬く間に地獄と化したのだ。そして皆が知っての通り、その後文明はついえた。見渡してみろ、地球にはもうネイティブしかいない。覚えておけ、あの戦争を始め終わらせたのはマザースフィアだ。決して忘れるな、我らはねじれた盤面の駒に過ぎない。ふっ、駒。レイブンの妄想に決まってる。地球を滅ぼしたのは間違いなくネイティブです。それに私たちは誰かに作られた機械なんかじゃないですよね、イブ。そうだって言ってください。わからん。作られたんだろう。宇宙で呼吸できるわけねえだろうが。だってバイクだ、バイク。ええ、バイクがここにあるってことは、きっとアダムもここにいる。血まみれじゃねえ。てかすんげえ血まみれなんだよ。ああ、よっ。休むぜー。
別に何もねえんだよ。スケールはね、もう満タンなんすね。全然行かないのもう。だ、敵やろ、これ。あ。またラボや。レイブ。テレポートしてくる。レイブ。イーブ。ふん、初めからすべてわかっていた。私は貴様をあの方のもとへ導く駒に過ぎないとな。私が残したレガシーさえも利用される始末だ。貴様も真相を知った上でここまで来るとはおめでたいな。だが無論、貴様をあの方に会わせはしない。もう黙れ。滝をもてあそんだお前に真実を語る資格などない。わからないのか。裏切ったのはマザースフィアの方だ。あの方がいなければ貴様は無知のまま。私はあの方に仕え続けてきた。誰よりもあの方を知っている。何も知らぬ貴様にあの方の痛みも怒りも苦しみもわかるものか。だが貴様の特別扱いもここまでだ。リリー、あなたは手を出さないで。こいつは私がやる。ブスラッシュすぎ。この姿で戦うしかないとはな。マザースフィアが作りし究極の戦闘系だ。すべてあの方の。ボケー。なったー、いってー、開いたー。なあ、ダメでした。パクステやったのにダメって意味わかんねえんだけど。たくー、ディレイやめてくんない。この姿で戦うしかないとはな。ああ、マザースフィアが作りし究極の。ガジャン。すべてはあの。てる。てる。あったあった、危ねえ。わからん。邪魔しろ。やっと。ふざけんじゃねえ。ねえぞ、プシャー。さあ、そう。うるうるうる。なんでやねん。マジこれタイミングがマジよ。
ね。いや、あぶねー、ペグ、オーゲ、アーゲ、あらー、キャリ、貴様は認めんだろうが、一ついいことを教えてやろう。任務を終えて英雄としてコロニーに帰還するなど夢物語だ。操り人形のままでいればいいよ。貴様は知りすぎた。マザースフィアもコロニーも貴様の話など聞かぬだろう。コロニー墜落の時と同じように切り捨てられるだけだ、ゴミのようにな。ウキャルダーダダン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 ダガダレガヨウレナニーナンデアイテイテイテダーバババババデュレで、うれ、でれ、うれ、はい、はい、よー、だから、はい、なに、わからん、わからん、それは。よいしょっと。いやー、やめられる。うわー、うわー、ひでえ。マザースフィアが作るし究極の戦闘系だ。すべてあの方の。あいたわ。ああ危ない。邪魔ドゥルンドゥンドゥルン。ああドゥルンドゥンドゥン。ああああんたすなんぐるし。ええよ。はいはいはい。次よ。あれ。あれ。あれ。何なんこれ。
いやあ、やめてー。なんだ、やめてー。ああ、やめてー。ああ、なんだ、よっしゃ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 、うわー、大好きやん。同じ兵士、あるいは同じ人だからか。我らは人ならざる者だというのに。メインフレームの神経とエグゾスパインを完全に断ち切った。これでもうあなたは戦えない。あなたは私から多くのものを奪った。報いとしてそこで結末を見届けるといい。無様にね。何？
待て、とどめを刺さない気か。一体何様のつもりだ。何も知らぬくせに。やれ、人思いに殺すといい。どうせ初めてじゃないだろう。リリー、行きましょう。イブ、何をしている。とどめを刺せ。イブ、イブ。自決もできん。これで開くね。パーカー。もらえるんだ。ルイーブ、ここがネスト。何やこれ、クラゲ。じゃあここがあらゆるネイティブが生まれる場所。それにしては自然界のものに見える。これがもしかして本来の生き物はこういう場所で生まれるの。なわけねえだ。この先にエルダーがいるんですよね。壊れんのか、戻れんのか。おお、結構歩いてきた。閉まってる。あいつ、どこにしとこうかな。まあ、ちょっと、やりすぎ。やりすぎ。それでは、この続きはね、次回に回しましょう。もう終わりだと思うからな。それでは、またこれ、ドゥン、待ちしております。バイバイ。